お帰りなさい。ただいま、アスナ。ちょうどよかった。今から買い物に付き合ってくれない？いいけど、何を買うんだ？この間、みんなでネームドエネミー狩りに行こうって言ってたでしょ。その準備をしようと思って。そうか、そういえば何も準備してなかったな。よし、行こうか。まずはこっちの重火器のお店を見てみましょうか。あ、メインアーム変えたのか？ううん、変えてないよ。変えちゃったらキリト君と弾丸共有できなくなっちゃうでしょ。ほら、ストレアさんとかエギルさんの火力ってやっぱりパーティーの重要な戦力でしょ。玉切れになるのも早いから、もしセールをしてたら予備を買っておこうかと思って。なるほど、確かにそうだな。できればいろいろ対策しておきたいのよね。次のターゲットの能力まだよく分かっていないみたいだし。新しく出現したばかりのモンスターだからな。返り討ちにあったプレイヤーも少なくないらしいし。だったら長期戦になることも想定して装備も見ておいた方が。やっぱり頼りになるな、アスナは。ちょっと心配性なだけ。いや、こうしてアスナがきっちり準備してくれるから俺たちが安心して戦いに臨めるんだなと思ってさ。ありがとうな、アスナ。私だってたくさん助けてもらってるんだから、みんなにもキリト君にも。改めて言われるとなんだか照れるな。それじゃあ俺は向こうの棚を見てくれよ。長期戦になるならアクセサリーの変更も視野に入れておきたいし。行ってらっしゃい。こっちを見終わったら私も合流するからね。妙に気恥ずかしかったな。さて、気を取り直して。何かいい掘り出し物は？と。ん？これは何だ？絆のリボン。戦闘用のアクセサリーにはとても見えないな。大切な女性を送る二人の絆を結ぶリボン。二人きりの時に渡せば永遠の絆が結ばれるでしょう。永遠の絆か。 GGO の世界にもこんなアイテムが売ってるんだな。殺伐とした世界観なのに。で、値段は？え？これって店売り最高レベルの価格帯じゃないか。キリト君、何かいいもの見つけた？あ、アスナ。何か買うところなんだね。リボン？
まあちょっと見てたんだ。何か面白い能力がついてるの？見た感じ戦闘には向かない装備っぽいけど。お値段もかなりのものだね。いわゆるエンドコンテンツ用のやり込み装備ってやつかしら。そうだよな。それじゃあ次のお店行きましょうか。ああもう少しだけ見ていくから先に行っててくれ。うん、わかった。アスナは向こうへ行ったか。よし。アスナ、喜んでくれるといいんだけどな。ずいぶん時間かかっちゃったね。ああ、今日はセールのアイテムが多かったからな。消耗品もかなり安くなってたから、予定外に買い込んじゃったよ。みんなが使うものだから予備がなくならないようにってついついね。余ったって困らないものだけど、リアルだったらものすごい量になってそう。いいじゃないか。アイテムはストレージに格納されるから場所を取るわけじゃないし。それにアスナがそうやって細かく気にかけてくれるからみんな助かってるんだと思うぜ。もうキリト君はちょっと褒めすぎだよ。そしてもちろん俺もすごく感謝している。アスナにはずっと。感謝の気持ちを伝えようと思ってさ、これなんだけどさ。あ、それってさっき見てたリボン？絆のリボンっていうらしい。 GGO らしからぬ名前だよな。絆のリボン確かにロマンチックな名前だね。大切な女性に二人きりの時に渡すと永遠の絆が結ばれるというのがアイテムの効果らしい。GGO の世界には結婚とか家族っていうシステムはないけどさ、アスナはどこにいてもどんな世界でも俺の奥さんだから。だからこのリボンを受け取ってほしい。嬉しい。もちろん受け取るよ。キリト君の気持ちと一緒に。あ、メッセージが出てきた。健やかなる時も、やめる時も、彼女を愛することを誓うか。こっち
も出たよ。なんだか結婚式の誓いみたい。こんなメッセージが出るんだったら、もっとロマンチックな場所で渡せばよかったな。ううん、ここでいいよ。キリト君がいる場所が私の居場所なんだから。じゃ、入力するね。答えはもちろんイエスだよ。俺も当然イエスだ。またメッセージ。ガンの重心と引き金のように火薬と雷管のように末永く幸せにな、だって。GGO らしいね。って、あれ、リボンが。なにこれ。おリボンのドレス。ちょっとキリト君、こうなるって知ってたの。いや、知らないよ。メッセージが出ることだって知らなかっただろ。もう、こんな姿に変身させられるなんて。二人きりの時にっていうのはこういうことだったのか。アスナの方で解除できないのか。それがこっちからは一定時間操作できないみたい。カウントダウンタイマーが出てるのよ。あ、ダメだ、こっちも同じだ。でも、可愛いよ、アスナ。こんな時に褒められても。嬉しくなかった。嬉しいけど、それにキリト君ならこの姿を見られてもいいし。アスナ。でもやっぱりダメ。だって誰か来るかもしれないでしょ。そうは言っても時間が経たないとどうにも。おお、参ったな。